皆さんこんにちは。新劇界を代表する演技派俳優で劇団民芸代表の奈良岡智子さんが23日午後10時50分肺炎のため東京都内の病院で死去しました。今回はそんな奈良岡智子さんの過去の病気、結婚や家族、岡本健一さんやピーコさんとの関係について紹介していきたいと思います。まずはじめに奈良岡智子さんのプロフィールと経歴を紹介していきます。名前奈良岡智子、出身地東京府東京市本郷区、生年月日1929年12月1日、血液型 AB 型、学歴青森県立弘前中央高等学校女子美術大学卒業、現職女優、声優、ナレーター、所属事務所劇団民芸。奈良岡智子さんは1929年東京府東京市生まれ、父親は洋画家の奈良岡正夫さんです。1948年民衆芸術劇場附属俳優養成所に1期生で入所し、同年の女子猟奇で初舞台を踏みます。1950年に劇団民芸創設に参加し、旗揚げ公演のかもめに出演し、1954年のレンガ女工で初主演。以後劇団民芸の中堅女優として活躍し、創設者の宇野重吉さん、滝沢治さんの死後は大滝秀治さんと共に共同代表を務めます。奈良岡智子さんはその交友関係の豪華さでも知られており、石原裕次郎さんからは最も尊敬していた女優として挙げられているほか、杉村春子さんとは1974年の舞台共演や女の家シリーズでの共演が縁となり、生涯にわたって実前のようにとても可愛がってもらったそうです。杉村春子さんの生前時には、私のことは春ちゃんと呼んでいいのよとよく言われていたそうですが、恐れ多くも杉村先生に対してそのようなことは言えなかったと語っていました。美空ひばりさんとは本名の和江で呼べるほどの大親友でした。奈良岡智子さんと美空ひばりさんが親友になったきっかけは、美空ひばりさんの出演番組に奈良岡智子さんがナレーションで参加後、美空ひばりさんのもとへ花束を持って駆けつけたところ、お互い初対面でしたが、美空ひばりさんが奈良岡智子さんの自宅へ今から訪問したいと言い出し、奈良岡智子さんが了承し、当日の深夜まで自宅で飲食を楽しんだのが始まりだそうです。泊まりたいと美空ひばりさんが言った後に、今日は帰宅しなさいと奈良岡智子さんが注意し、帰宅後の翌日に美空ひばりさんの母親がお礼の電話をかけてきた会話内で、お嬢があなたのことを非常に気に入ったそうで、お嬢を注意してくれる人も周りにはいないので、ぜひとも友達になってもらえないかと言われたそうですが、奈良岡智子さんは天下の美空ひばりとではなく一個人の加藤和恵とならお付き合いしますとの返事がきっかけとなり、その後美空ひばりさんが亡くなるまで長年の交流になったそうです。また黒柳徹子さんともデビューの頃から親交があり、徹子の部屋の最初期の頃からの常連となっています。他には八千草薫さん、草笛光子さん、池内淳子さんらとプライベートで女の会というグループを結成するなど仲が良く、また若尾彩子さんや京町子さん、山岡久乃さんや森光子さんといった大女優たちとも非常に親交が深いといいます。90歳近くになっても日本を代表する大女優の一人としてドラマや映画、舞台を中心に活躍を続けていました。そんな奈良岡智子さんは過去に大きな病気をしたと噂になっています。奈良岡智子さんを検索すると脳動脈瘤という関連ワードが出てきます。しかし奈良岡智子さんが脳動脈瘤を患ったという事実はないようです。ただ劇団民芸律メンバーの一人で奈良岡智子さんの先輩でもある北林谷江さんが1989年に脳動脈瘤破裂で倒れたことがあります。この時は奇跡的に回復し舞台にも復帰し、その後も第一線で活躍を続けます。2010年4月27日に肺炎のため98歳で亡くなりましたが、その際に大滝秀治さんと奈良岡智子さんが哀悼のコメントを発表しています。おそらくこの辺の話が奈良岡智子さんが脳動脈瘤を患ったと誤認している人がいるのかもしれません。脳動脈瘤ではありませんが、奈良岡智子さんは2016年に背中の圧迫骨折で入院生活を余儀なくされたみたいですね。骨折は肋骨にも及ぶほど厳しいものだったみたいですが、
それでも女優魂を発揮して九州での長期公演を乗り切ったそうです。次に奈良岡智子さんの結婚や家族について紹介していきます。奈良岡智子さんは一度も結婚したことがなく、現在に至るまで独身を通しています。その理由として、演劇と同じくらいにのめり込める相手とは出会わなかったので結婚をしなかったと発言しています。さらに、奈良岡智子の人生は一つでも、役者としては様々な人生を生きられると続けています。本当に演劇一筋に生きてきたことがよくわかる言葉ですね。なお、大竹しのぶさんのことを実の娘のように可愛がっており、本気で養女に迎え入れたいと考えていたみたいです。亡くなった人が多いですが、他にも石井福子さん、若尾彩子さんと同じマンションに住んで正月に集まったりと、生前は奈良岡智子さんの周りには人が集まっています。そんな奈良岡智子さんだからこそ、相手が虜になってしまうことも多いそうで、岡本健一さんもその一人だそうです。奈良岡智子さんと岡本健一さんの出会いは、奈良岡智子さん出演の芝居放浪記を岡本健一さんが見に行って紹介してもらったことから始まります。ここで岡本健一さんは奈良岡智子さんに心奪われたそうで、そして2011年に朗読ラブレターズで共演。ラブレターズはステージに椅子が2脚置かれ、男と女がそれぞれに宛てた手紙を読んでいくというシンプルだからこそごまかしが効かない舞台です。そこで岡本健一さんは奈良岡智子さんにダメ出しの嵐を食らいます。滑舌が悪いや呼吸の場所が違うなど、それでも二人は仲良くなり、二人で食事に行く仲になったそうです。以前出演した徹子の部屋では年の差カップルと紹介されました。その後共演した二人だけの芝居クレアとフェリースでも指定役を熱演。奈良岡智子さんはケンちゃんと呼び、岡本健一さんは奈良岡さんと呼び合っていたようです。奈良岡智子さんは黒柳徹子さんとも仲が良く、定期的に徹子の部屋に出演されていました。親友のピーコさんと出演したこともあります。以前ピーコさんの本ピー言葉ピーコの言葉で対談もされています。ピーコさんは奈良岡智子さんの15歳も年下で姉さんと慕っているそうです。しかし奈良岡智子さんの舞台の感想など何でもズバズバ言っちゃうらしく、二人は本音を言い合えるいい関係だったようです。いかがでしたか？様々なドラマや映画などで活躍した奈良岡智子さん、奈良岡智子さんの内面的な良さもあり、最後までたくさんの有名芸能人が周りにいたことが分かりました。肺炎で亡くなったのはとても残念ですが、この先も奈良岡智子さんの名前は語り続けていくと思います。ご冥福をお祈りいたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。